東京渋谷の若者たちを対象にした予約のいらないワクチン接種の件。めっちゃ行列ができて密になってたでしょ。あの大行列は超大問題だったんだけれど、あの大行列であることが分かったよね。それは多くの若者がワクチン接種を希望してるってこと。でもこの前の報道を覚えてる。東京都が若者ワクチン接種促進のため10億円をかけて広告とアプリを開発しますという報道。東京都は若者のワクチン接種促進のためって言ってたけれど、今回の渋谷の若者の大行列を見ても同じことが言えるのかな。どう考えても言えないと思うんだけれど。それでね、先日の渋谷の大行列を見た多くの人たちも、東京都のワクチン接種促進広告費7億円の件に対し疑問の声を上げてるようなんだよ。では、そんな疑問の声を紹介するね。加藤郁美。豊さん、ワクチンを打ちたがらない若者に接種を促す広告費7億円は、当然凍結ですよね。若者たちのワクチン接種意欲がこうして可視化されたのですから。都の税金7億円は、広告代理店やテレビ局、ウェブ媒体にではなく、ワクチン接種会場の増設や人件費に使ってください。異邦人。渋谷の若年層向けワクチン接種会場に、200人分などという貧弱すぎるワクチン準備量に比して接種希望者が殺到したけれども、散々若者が接種しないと責任転嫁キャンペーンを張ってきた小池都政の虚構が明らかになった。ワクチン広報などと称して広告資本に7億も流すなら、接種体制強化に回すべきだ。田中健。若者は並んでも接種できないのに、若者に接種を促す広告に何億も投じるとか、もはや狂ってるとしか。ふえび、全部運命だったんかい。おじさん社会と女子の一生発売中。若者は行列をしないとワクチンが打てない現状があるのに、若者よ、ワクチンを打て広告をやるの、意味がわかりません。HOM55。この政府広報の CM、渋谷のワクチン接種会場の行列で放映したら暴動が起きるんじゃないの。7月にワクチン接種完了した人による煽りにすら見えてくるレベル。まずはワクチンを用意するべきでは。みんなの言う通り、ワクチンを打ちたがらない若者に接種を促す広告費7億円に関しては即刻見直しを図るべきだよ。そんな広告費に7億円を使うのではなく、大行列にならないワクチン接種の仕組みを構築するために7億円を使うべきだよ。何せ今の東京都のやり方は接種者任せの原始的なやり方だもん。ワクチン接種のために大行列が発生し、その大行列のせいで逆に新型コロナに感染してしまえば東京都の責任にもなりかねないからね。でもこんな批判の声が出てきてる状況でも、まだ若者へ向けたワクチン接種促進広告費に税金7億円も使おうものなら、利権、政治献金、癒着、中抜きだと批判を受けても仕方がないと思う。だってそういうことにしか受け止められないもん。とにかく東京都は多くの若者がワクチン接種を希望していると証明されたんだから、若者へ向けたワクチン接種促進のための広告費、税金7億5000万円の活用に関し、早急に見直しを図るようお願いします。企業は中抜きする気満々かもしれませんが、そんな広告を打っても無意味ですので、何卒ご了承ください。しかし中抜きという言葉、金輪際聞きたくないよね。